犬とはまあ仲良くなってよかったね。うん。あーちーちーあーちーちゃうわ。特産品があると聞いてるんですけども、地域の方からご紹介いただけるとのことで、現地のトロードンさん、現地の人ちゃうわ俺別に。ポチッとな。鍵が何なんだよ。な、何どうなってんのこれ。どんどんやばくなってないか。うん、マジで状況がどんどんやばくなってると思いますよこれ。ダイハード。いや、まあ帰ろうぜ。うん、うん、もうしょうもない、しょうもないわこんなとこ。何も意味ないわ。勘違いだとしたら、事実かどうかナヤを確認すべきだったんじゃない。どうかな、もし確認してたら一生その光景と付き合うことになるかもしれないし。ええ、そうね。でも自分の目で確かめないとでしょ。俺は二人を信じる。え、どうするんですこれ。斧だ、斧使える。やったぜ。おい、もらった。これでもあのうちのあの山荘にあった斧じゃないのこれって。おっぱい、やがましいよ。何、鍵がかかってるよ。斧でぶち壊せばええよそんなもん。壊してくれる。おい待て、ドアなんか壊したら音で気づかれる。じゃあ他にいい案でもあるわけ。そうだな、あそこは。女子は宇宙人だから分裂してるよ。そういう世界やったらよかったけど。リップクリームがやっとすり抜けられる狭さ。いいから。あなたがすり抜けるのは無理。ぶち壊せばええやろ。いやでも俺やったらドア破る方行くけどな普通に。ちょっとドア破れるんちゃう、この斧やったらドア破れんちゃうんって思うけどね。うん、うわーうわー、まずはエミリーを斧で黙らせる、やかましいよ。エミリーはあの一応多分ね、エミリーはどっかで有能ポイントがあるはずなんよ多分。エミリーが嫌なやつに描かれすぎてるから本当に。なんだよ。そうそうそう、ジョッシュの死に方結構俺も調べたけど結構えぐい死に方。数時間前までここにいたのについさっきやられたのかも。一体何が起きてるって言うんだよ。うわぁ、殺人鬼の仕業よ。あいつがクリスとアシュリーを捕まえてジョッシュを。俺たちがここを通るのも知ってるはずだ。ねえやめてよ。食料になる。いや、食料には、あれってそれほど遠くないよ。食料になるって役の立ち方どうなんそれ。いくら俺でも無理でしょあれは。動かせば何とかなるんじゃない。動かせるやろだって。わからないよ。いや、これさ、ケーブルカーの操縦盤とか使って動かせんのこれ。ここに監視カメラがあったの覚えてんのよな。おめえが飛び移れ。あー、電波塔があるくさいな。見ろよ、電波塔のところに行ってみようという。ねえ勇者さん、ケーブルカーを動かしてここから脱出するってのは。うん、もう俺もそれもそれ考えますね。うん、ケーブルカー動かすのを試す方が先かなまず。うん、急にめめしくなりやがって。メアリー俺が守ってやるよドン。とりあえずあのこれをえ最高押せばええやん。あ、鍵がないんか。これは振り出したな。そういえばあの通信塔は、やっぱ通信塔でしょ。だから試してみるか。 DIY ちゃうわ。ないとおかしいよね。うんうん、多分ね。マット、無線のところまで行きましょう。そうでしょ。制御盤壊してショートさせろ。いや、ショートさせたらどうにかなんのかな。誰かが信号をキャッチするかも。うん、俺もそうだと思います。やっとルールに従うことを学んだんだ。なんやお前。なんやお前、いちいち煽ってきてうざ。エミリーはいつも正しい。ルールその2、エミリーが正しいんだから他はどうでもいい。え、なんなん、ちょっと急にイラッとさせてくんのやめて。この状況を協力しようって言ってるわけ。イラッとさせてくんのやめて。別にエミリーがいつも正しいと思っててもまあええけど、
今その場面でそれを言って煽ってくる意味はないよね。素敵、それってはエミリーをショートして、いやでもね、エミリーはちょっとムカつくけど、ムカつくけど多分ね、どっかで仕事してくれるはずやから。エミリーは多分こんなに嫌なやつないよ。だって逆に、あ、デトロイト的な、結構なんかいろんな、なんかストーリー展開もいろいろあるみたいなんやけど、斧使って引っ張り出せへんのこれ。斧の、え、そういう感じで行くの。まあなんかこの脳筋くんとかその辺の絡みとかはなんか見ててもそんなに悪くない気がする。エミリーに 1.5 ジガワットの電気を流そう。みんなエミリー嫌いすぎやって。みんなさ、ちょっと待ってって。こんなに、だって嫌なやつもそんなおらんよ。だっていや俺はエミリーの可能性を信じてるよ。やっぱりここまでね、エミリーがちょっと評判悪すぎるから、どっかで大逆転でも起こらな、おかしいよこれは。ストーリー展開的に俺はエミリーを信じる。大丈夫かお前、エミリーの肉体好きだけど、何してんねん。先行ってくれる、私を守るために。トロノさん明日エアポッツプロ届く。やったね。エミリー可愛いな。可愛いけどなんかちょっと、いちいちなんかちょっと煽ってきたりするのが若干イラッとするポイントではある、なんだかめまいがする。エミリー大丈夫？ああよかった、もう二度とやりたくない。うん、まあそれはそうだと思いますけど、はあ、なんかもう40分やりましたけど、あーうーって言ってるだけでだいぶ疲れ果てた俺も。エミリーはイエス、エミリー嫌われすぎやって。だからお前ら、ちょっとエミリーの可能性を信じてみてくれ。頼む、俺がお願いしてるんや。これは俺はエミリーが多分いつかね、それ活躍すると思ってんのよ。だからやっぱりこうエミリー信じてるところがあるから、みんなもエミリーを信じてくれ。これエミリーがいると電波障害が来る。いやもしかしたら、まあ、そういう可能性もありうるけど、でもまだ分からんやん。まだ分からんから、 100% エミリーのせいとも限らんから。それは朝になれば少しは考えやすくなる。少なくともロッチはダメね。エミリー実は犯人。その展開すっごい最悪っていうか、ここまで悪役に描かれつつ最終的に最後まで悪役やったっていうのは、結構なんか展開としてはまあなんかなんていうの、最近なんか流行りっていうか、なんかそのなんていうのかな、そのまあ作品とかでもさ、なんかめっちゃムカつくやつが最後なんか主人公を助けてくれるみたいな展開あるやん。そういうことってあるけど、ああいう脚本って嫌われるらしいのね。結局ファンからは嫌われるらしくて、嫌なやつは最後まで嫌なやつであった方が好まれるっていうか、ファンからは評価されやすいっていうところがあって、まあ結構そういう感じやから、そう、嫌なやつは徹底的に最後まで嫌なやつっていう、そういう感じの脚本になってくるよね。俺はでもなんかやっぱエミリーここまで嫌なやつなんやったら、さすがに一回どっかでいいやつ、エミリーいけるやん、いいやつやんってシーンがないと納得いかん。俺はとろとろファンから評価されるじゃねえ、デンジャークリフって書いてるのかな。つまりトロードのファンから評価されるっていうのは、俺が最初から最後まで嫌なやつって言いたいんかお前は。これどうすんの、これ電波塔どこにあんの、そもそもこれトーテムコンプしないとハッピーエンド見れないやつでしょ。いやそういうことじゃないと思うよ。これトーテムはね、一応収集アイテム的な、 なんていうのゲームの、あ、そのなんていうか、エンドコンテンツっていうか、あ、ハッピーエンドがなんかその集めの見るために必要っていうもんではないみたいけどね。え自然に襲われてんのこれ。エミリーでトーテム、エミリーの脊髄とかでトーテム作るから。トロードのシャウトやめろよ。シャウトしてへんわ俺別に。さっきはシャウトしてた、さっきちょっとシャウトしてたのは認めるわ。
ちょっと待って、風呂入ってるのとか急にやめてもらっていい？あと俺すごいトイレ行きたいから一回トイレ行ってきていい？ちょっとしょんべんちびったら怖いから、これ一回俺トイレ行ってくるわ。ウェンディゴじゃねえか。ウェンディゴめっちゃ押してくるやん。ぬそして彼が戻ることはなかった。戻ってきたわ、ちゃんと。俺抜きどころなのに。いや待って、抜きどころ、じゃあ抜きどころ始めよう。うん、何が抜きどころやねん。誰かいますけど、唐突に。だからさ、だから俺風呂のシーン嫌なんやって。誰よ、本当に。誰なのよね、本当にね。ねえ、何してんの？サム可愛いよ、サム。いやでもちょっと待って、変態ごっこ。この世には変態ごっこなんて遊びがあるんですか？ふーん、そうじゃなくて、変態ごっこしたい俺も。気づかないのさ、ほんまに気づかんのはアホやなと思うけど、まあ音楽聞いてたからしゃあないよね、これ。ちょっと待って、装甲が薄すぎます。あのすいません、あなたの装備の装甲が薄すぎる。服ひどくない？私の服取ったやつクリスマスプレゼントなしだから、こんなの面白くないからね。やりすぎ。服取ったやつって、服取るいたずらが変態ごっこの一言で済まされるんですか、この世の中って。変態ごっこすごない？もう変態ごっこしてるじゃないか。いや俺別にそんな変態ごっこしてないと思うんですけどね、僕。じゃあ、次行ってみましょう。はーい、失礼しまーす。クリス、ジョッシュ、あれ？君の服がクリスマスプレゼントなんだな。怖いわ。ちょっと明かりを持つのはどう、君。ちょっと、その辺のろうそくとか持ってみ。明かりがないと暗すぎて何も分かんない。みんな超面白かった。全然おもんねえわ、お前。これでも早く終わりにしようよ。全然おもんないからな、言っとくけど。こういう、こいつら全員おもんないからな、言っとくけど、お前。これ何度でも言うけど、1年前にね、友達が犠牲になってる事件があった。ね？そういう、なんかうさんくさい場所、ね？もういい加減。なんかうさんくさい場所でみんなね性格悪いから、なんか急にわーって飛び出して驚かしたりみたいな、さ、そういうことばっかりしてさ、こいつは趣味悪いのよ、ほんまに。裸もっと入れろ、下から覗いてください。違う、カメラ視点いじれへんから俺、別に。これは俺、そう、湯冷めはとっくにしてるよね、これ。これどこ行くのが正解なの、これ。なんかめっちゃ上見てるけど、下降りてみましたよ、とりあえず。どこ行けばいいんやろな。
すごく嫌です。飽きませんね、飽きませんね。でもなんかあれやね、タオル巻いてるだけの姿って、これなんか殺されるフラグじゃない？これ足の裏真っ黒、確かに。これ掃除もあんましてなさそうやしさ、ここなんか、あ、いや風船になんか矢印書いてあるな、なんか、あ、風船に矢印書いてあるんで、このまま行けってことですね、これ。一等やね、なんかちょっとすっごい嫌です、これすっごい嫌です、すっごい嫌です。あ、明かりを手に入れましたね。文明人としての最低限の装備品を手に入れた。うわー、このゲーム出てくる場所には電気らしい電気がない、ほんまそれ。もう殺されるって、サム殺されるって。いや、もうたくさんほんまに、うん、全然嬉しくない、全然嬉しくない、このゲーム。何も、お、あ、どうもです、はい。え、何、急に何が始まんのこれ。頑張って見回しても意味はないぞ、サム。イージーンズだね。お前に見えるのは私が見せたいものだけだ。まだまだたくさん見せるものがある。どうなってるわけ。目を開けるんだ。ああ、嘘。どうだ、実に美しい。気持ち悪い単純にめちゃくちゃ気持ち悪いんですけど。もう、いや、サマンサー、下から読んだらサンマさん、誰やねんサンマさん。ジャンシャン、あー、何をしたの。小鳥さん、草。お前に10秒や。女子はね、9、8、え、10秒で何ができるの。まとりあえず、とりあえず、なんかやろうぜ。おらー、よしよしよし、撤退や。いや、お前鍵かけろ、お前逃げるときは。お前さんまさんさんまさんちゃうわ。え、どうすんのこれ。いや、これは逃げるべき局面や。これこんな顔のアイコン、マストドンにいなかった。あ、おったっけ、ピエロの人かな。ここはちょっと待って、急にこれ QTE 発生するのやめてもらっていいですか。うわ、あのこれね、あの走行が薄すぎるんですよ、何度でも言いますけど。ちょっと待って、いやもう逃げる、もう徹底して逃げる、隠れるって。これホラーゲームとかこういうの隠れるってあんま意味ないからね、結局。バカです。タオル落とさないのすごいよね。あ、まあ、とりあえず何とかならんかな、これ。あ、え、何とかなるのこれ。お前、いや、まあ、逃げ続けるしかないよね、こういうの。隠れるってあんま役に立つことなくない？ホラー映画とかさ、ホラーゲームとかあんまり役に立ちませんやん、逃げるっていう、じゃ隠れるって選択肢。うわー、最悪。どんくせえな、この殺人鬼。それはそう。え、急になんか、急にすごい嫌な感じの雰囲気になりましたけど、これ。あ、ベンディングカーンズさん、あのフォローありがとうございます。今気づきました。モンロー歩きするな、走れ。いや、急にカメラ視点変わったりすんのやめて。いや、逃げ続ける、俺は逃げ続けることしか考えてない。もう隠れるという選択肢を信じてないから俺は。まあ、そうか。
昏睡とか栄養じゃねえよ。ゲームはうまくいっているようだね。そう、いや、私たちはこれまで、はい、君の恐怖の原因を探って、はい、死亡診断かな。これトロードンが殺したようなもんじゃん。うるせえよ。俺は殺さんために頑張ったのに。普通に考えて屋敷の内装知ってるんだから隠れようよ。いや、なんかさ、か、え？隠れよ？いや、いや、隠れ、ホラー映画とかでさ、隠れてもさ、結局死ぬことない？なんか。え、びっくりした、今。何？今めっちゃびっくりした。